くよ。引きハル引き桜手裏剣。あんたは目の前のことしか見えてないからわからないんだよ。何もわからない未熟者のくせに偉そうなこと言うな。このせっかちゃんだって未熟者でしょ。偉そうなことを言うな。未熟者よ。でもあんたが落ちぶれてるところを見過ごすほど未熟者じゃないわよ。押し返してみなよ。舐めないで。全然力がないよ。うるさい。いつもいつもそうやってお姉ちゃんつらして。せっかちゃんは私と同じ双子でしょ。同じ双子なのに私に説教するな。どんどんオオカの押す力が強くなってる。もうそろそろ決着つけてあげないと。オオカの体力がかなり消耗している頃ね。私をそれで殴るつもりなら私だって遠慮はしないよ。うまく気絶して。せっかちゃんせっかだってせっかちゃんが攻撃するから。私知らない。私勝ったもん。自由にやらせてもらうから。負けちゃった。私狼も勝てなくなってる。狼より頑張って修行して勉強して頑張ってたのに。もう嫌だこんな世界。このまま死んでしまえればどれほど楽か。さっきの星は熱かったな。さっきの星が太陽系の太陽という星ですね。この星のおかげで周辺の星に生命体が存在することができるんですよ。あの星単体では生命体を作れないんだな。まあ、確かに住みたいとは思わなかったが。そうですよ。だから一泊するときは星を選んでくださいね。あ、じゃああの星なんてどうだ。あ、待ってください、ご主人。メリア、あの星なんていいんじゃないか。地球ですか。確かにあの星には生命体が多く存在します。ここ周辺の惑星のオアシスとも呼ばれている星ですね。おお、それは楽しみだ。早速行こう。もう、先に行かない約束でしょう、ご主人。こうして私たちは地球に訪れました。そう、ただご主人の気まぐれで立ち寄った地球で悲劇が起きたのです。私の考えていた最悪な状況をはるかに上回る最悪の事件が。はぁ、道に迷っちゃった。夜の森だと方向感覚が狂うって本当だったのね。お腹すいたなぁ。オオカはちゃんと家に帰ったのかな。もう、オオカには何も言えないね。いたた。もう、頑張るの。やめようかな。そうすれば、もう。誰かそこにいるのか。人の声。これが私と里の出会いでした。私が全てを諦めようとしていた時、声をかけられたんです。何か、困ってるみたいだな。今でも覚えてる。私はちゃんと返事ができなかった。怪我してるじゃないか。あの、大丈夫、これくらい問題ですらない。ほら。ありがとう。この時のことを覚えてる。嬉しい気持ち、恥ずかしい気持ち、人がいる安心感、パトの目の優しさ。そう、私は初めて人に恋をした。そんな甘酸っぱい初恋の思い出。そして最悪だった出来事を忘れさせてくれた。幸せの時間だった。それじゃあ俺は先に行くね。待ってください。できれば家まで送ってほしい。何言ってんだろ、私。そんなことさっき会ったばかりの人に言うなんて。そうか、いいだろう。場所を教えてくれないか。場所？今迷ってるから道がわかんない。そうか、ならこうしよう。高い。ここからなら家を見つけられるだろ。いや、高すぎて家が見えない。そうか。これくらいなら見えるか。多分大丈夫。全然大丈夫ではなかったわ。いきなり雲の上まで移動したり、男の瞳を姫様抱っこされたり。心臓の鼓動がバレるのが心配で、家なんかなかなか見つけれなかった。あれか、よし行こうか。何を考えているの。怪我した石化を森に置いてきたって。ごめんなさい。私、怖くなって。月下が探してるけど、まだ見つからないわ。わかる。私や月下が探しても見つからないの。お母さん、ごめん、森をくまなく探したけど見つからなかった。ロカミワ神社周辺を探させてるけど、やっぱりまだ帰ってきてないわね。ごめんなさい。とりあえず周辺の町まで探しましょう。お母さん、お姉ちゃん、せっか姉が帰ってきたよ。お母さん、せっかが帰ってきたわ。せっか、よかった。ごめんね。せっかちゃん、大岡。後でちゃんとせっかに謝ってきなさい。いい子ね。それじゃあ行きましょう。妖艶に舞う桜姫の冒険。うっふ、私はこの世界の美を支配する妖艶に舞う桜姫よ。今日は世の男を私の美で翻弄させてあげるわ。この妖艶の目と妖艶の水晶を使ってね。さて、行きますわよー。あいた。もう寝るー。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。